ドルトムント中央駅の RE ミュンヘンニュルンベルクエクスプレスレギオナルエクスプレスはドイツで運行されている列車種別の一つで日本の快速列車に相当する列車種別である特別料金は不要で純速達サービスを担っておりレギオナルバーンや S バーンなどより停車駅は少なくインターシティよりは停車駅が多い中にはロメートル以上の長距離を運行される 列車も存在する。現在、ドイツ鉄道の子会社である d p レギオにより運行されている。また、理論的には、連邦政府が他の運行会社に運行のフランチャイズ権を与えることもできる。ブレーメン中央駅、ハンブルク中央駅間で運行するメトロノム社は現在、レギオナルエクスプレスに準じたサービスの列車を運行しているが、 レギオナルエクスプレスの名称を使う代わりに自社のブランド名を付与することによって認知度を高めている。機動車をはじめ425系電車や426系電車、146系機関車牽引の2階建て客車など、レギオナルエクスプレスは様々な種類の車種により運行されている。多くのレギオナルエクスプレスは1時間ごとのパターンダイヤになっており、 利用しやすくなっている。ミュンヘン・ニュルンベルク間では、ニュルンベルク・インゴル・シュタット・ミュンヘン高速船など、高速新線の開業によって、最高速度時速 200km の、ミュンヘン・ニュルンベルクエクスプレスと名付けられた、レギオナルエクスプレスが運行を開始した。ドイツ鉄道101型電気機関車が牽引する、インターシティ用客車を格下げして使用しており、 171km の距離を約1時間40分で結び、インターシティに近い速達サービスを行っている。標定速度の高い速達系のレギオナルエクスレスがある一方で、ラインルール都市圏やカールスルーエ都市圏などでは S バーンの運行される、都市中心部では小駅を通過し、郊外では各駅停車となる列車も存在する。ありがとうございます。